月の28日日曜日18時36分です。こんばんは。あー、もうみるみる日が暮れてまいりました。あのね、夜間撮影しようと思ってたわけじゃないんですよ。10分15分前までもうちょっと明るかったんですが、みるみるあの日が暮れて、これは撮影できるかなどうかなって感じになってきましたね。今回のドライブの予習の動画は、南阪など帰り道をお伝えいたします。帰り道っていうのは大阪から来たので大阪に帰るということなんですけどね。はい、一般道最後の出口終わりまして、違うか、もう一個あるのかな。次が最後の出口です。次の出口越えますと有料道路入ってしまいます。大和高田バイパスの終点がそろそろです。2車線の道路は、右車線がなくなり1車線になります。薄暗くて見えにくいですが、はい、左に一般道に降りていく、出口がございました。大和高田バイパス終点ということで、はい、ここからです。 17.1km ポスト南阪など制限速度、この辺りはまた 60km です。この先ね、2車線に、広がるところあります。2車線広がったら 70km かな。まあこの辺り対面通行のところは今のところ 60km ですね。で、早く工事して広げてほしいんだけども、一旦は2車線になるんですよ。なんだっけ、入り口の名前がちょっとわからんけれども、葛城インター入り口ということにしておきましょうか。あ、この先もう少しすると左から合流があります。で、その合流があるところは途半車線と入り口車線を兼ねて一時的に2車線みたいなことになるんですが、でその後すぐに数百メーターで1車線に絞り込まれるんじゃないかと思います。で、トンネルのところまで行ったら2車線になるのかなみたいな、ちょっとうろ覚えですが、はい、早くね、全面的にもう2車線にしてほしいですよね。6キロポスト超えました。18時39分です。このキロポストの数字はどんどん減っていきます。阪和道の三原ジャンクションにかけて数字が減ってまいります。はい、ここからですね、もう2車線になる前、手前から、70キロ、そして、追い越し禁止区間ここで終わりということなんですが、こんなところで終わられてもまだ2車線になってませんよと、はい、言ってる間に2車線になりました。一旦後ろに乗用車いるので抜いてもらおうかなと思いますが、さっさと抜いてくれないと、ね、私が今走って譲るために左走ってますけれども、この左車線なくなりますからね、もう一台早く抜いてきてくれ、はい、左からの合流、一般道からの合流で葛城インター入り口、まあその名前がちょっとわからないんでちょっと適当に言ってます。はい、もう間もなくこの入り口合流が終わるんですが、この合流がね 14.8km ポストでした。18時40分、矢印がこのように出てきて、一旦また左車線がなくなり1車線の対面通行の道路になります。ギリギリですね、もうちょっと明るい時間帯に荷下ろし終わって帰ってこれたらよかったんだけども、まあね、夜勤始まってるのでちょっとね、夜間撮影しても仕方がないので、ドライブ優秀の動画しばらく撮影する気なかったんですが、今ちょっと南阪道路を久しぶりに撮影する機会があったということでお伝えしております。14キロポストを超えました。南阪道泣いても笑ってもあと14キロ、まあね、1キロ1分という計算でいきます。はい、ちょっと待ってくださいよ。大使まで4キロ、羽曳の東までかな9キロです。ちょっと薄暗いっていうのと別のこと喋ってまして、看板4つぐらいあったんですが2つぐらいしか読めておりません。いや、4キロと9キロね、その数字だけ追いかけました。で、何の話やったっけ、忘れたんですが、はい、ここから2車線ですね。道路きれいになっております。これはね、新しくなったんですよね、道路。よかったよかった。
しばらくね、あのずっとあの一車線で追い越しできへんわってなると、あのね、あの追い越しできない区間が長くて、あのどんどん飛ばして先に行きたい、ね、あのお急ぎの方っていうのが、あの禁断症状が出てですね、あの我慢しきれんわということでイライラして、あの、ね、結構煽ってみたりなんだかんだっていうのはあったんじゃないかと思うんですが、もうしばらくの間ね、我慢していただいたら、このようにすぐにあの2車線に、ね、あの解放されて、もうあのスピード違反だろうが何だろうが、100キロでも200キロでもね、いいから、あの追い抜いていきたい人はどんどん行くんですけれども、はい、一応この道路は70キロの道路となっております。トンネルもね、あの新品なので、まっさらなのでね、綺麗でしょ。もともと奈良から大阪に向かって この帰り道っていうのは、このトンネルはあのなかったんですよ、前まで。で、来る時に通ってきたトンネルが、あの片側2車線でなくて、昔は対面通行だったので、あっちをね、あのボロチーホの古い方のトンネルを今まで帰り道も使ってたんだよってことなんですが、はい、ね、明るいですね、トンネルもね、あの中が暗くなくて、道路もガタガタしてるわけでもなし、結構走りやすいです。夕焼けが、ちょっと夕焼け空が、このカメラに、こんなカメラに表現できるか、この色合いなんて、まあ無理かな、まあ無理だろうなっていう。大阪府大市町、ね、何市か分からんけれども、南河内郡大市町って書いてますね。郡っていうのがあるんですね。制限速度50キロに落ちます。なぜかというと、あのがめついんですよ、料金所がまたあるんですよ。またっていうかね、あの南阪などは2回料金所があって、あの2回あの料金取られますからね。大使インターかな、大使はインターだったと思います。出口だけじゃなくて入り口もあったような気がいたします。はい、大使インター出口出られたい方は一番左に行ってください。そしてあの南阪などもこのままご利用の方は右側の、はい、追い越しする車にここで散々道を譲ってですね、はい、またしばらくですが、あのすぐにまた2車線になるんですが、1車線区間です。大使インター入り口合流です。何キロポストやもん、ちょっとキロポストが読めるようなね、あの時間帯ではないという、はい、1.1 キロポストまで帰ってきました。18時45分です。薄暗いですよね、景色も何がなんだか、このカメラごときが何を撮れるんだっていう、ちょっと看板もね、カメラでも多分もう映ってないんじゃないかな、読まないかんな。羽曳野まで4キロ、三原ジャンクションまで9キロです。ちょっと一番下に読めませんでしたが、8.6 キロポスト、18時45分です。南河内郡大市町から、大阪府羽曳野市に入りました。夜景の撮影っていうわけでもないし、ね、あの薄暗くて景色もちょっと道路と車のヘッドライトぐらいしか見えないということで、まあ、以前ね、あの何回撮ったかな、結構ね南阪などは撮影してるんじゃないかなと思うんですが、行きも帰りもね、あの撮影してると思いますので、暗いやつが嫌だよっていう方は、
過去の動画探していただいたらあるかもしれません。まあ、私のこのね、しょうもない喋りが入ってるのがお嫌いであれば、喋りのないよその動画というのをお探しになるかとよろしいかと思います。はい、左の入り口がこれ何やろ、これ羽曳の東インター入り口です。東入り口かな、ちょっと出口なさそうなのでインターというのはやめておきます。7キロポスト18時47分です。滑舌がね、おかしくなったり鼻が詰まってみたりとかいろいろございます。アナウンサーじゃなくてよかったなということですね。務まらないじゃないかということ。が見えないんですよね。羽曳のインターまであと1キロです。羽曳のは出口入り口両方あったと思うのでインターとお伝えします。私のピースジャガーチャンネルではローカルルールというか私の、ね、ピースジャガールールとしてうちの動画でしか通用しないというその世間の一般常識とはちょっと違うよという独自のルールがありまして、高速道路出口入り口両方ある場合のみインターというふうにお伝えするようにしてます。それは心がけてね。なぜかというと出口しかなくて入り口はないよとか入り口はあるけど出口はないよとかいうようなところを何でもかんでもインターとして扱ってしまうとなんとかインターには出口あったやろと思って行ってみて、ね、出口がなくて降りられないとか困るので片手落ちの場合はあえてインターと呼ばないようにしております。 5.2 キロポスト18時48分羽曳のインター出口でした。でまずそのインターと呼ぶのか羽曳の東出口とかねインターと呼ばずに出口とだけ呼ぶときは入り口がないっていうことですよっていうことで、まあで、うちのチャンネルのローカルルールついでに申し上げますとパーキングエリアとサービスエリアの違いについてです。私のチャンネルで私がサービスエリアというふうに呼ぶときは必ずガソリンスタンドがある場合のみにしかサービスエリアと呼ばないようにしてます。だから市川サービスエリアという名前のパーキングエリアが万端道にあるんですが、ちょっと待ってくださいね。左から、羽曳のインター入り口合流です。18時49分キロポスト 3.9 キロポスト結構帰ってきましたね。あと4キロぐらいで終わります。なので3分ぐらいでね半ワードに出ていくんじゃないでしょうか。日が暮れるまでに撮影しきるかなどうかなっていうところです。はい、続きなんですけどもサービスエリア固有名詞で市川サービスエリアという名前の場所があるんですよね、万端道に。ですがそこにはガソリンスタンドがないので市川サービスエリアをサービスエリアとしてキースジャガー的には扱わないと。サービスエリアにガソリンスタンドがない場合はパーキングエリアと呼ぶようにしているので市川サービスエリアという名前のパーキングエリアがございますみたいな言い方をしています。そしてもう一つ、ね、大きく皆さんがなんじゃこいつって違和感を覚えるであろうもう一つの独自ルールといたしまして国道の場合は国道なんですが県道の場合ですね、兵庫県の県道、ね、滋賀県の県道、奈良県の県道、それ県道は県はいいんですが大阪府の時も大阪府道とね文字で書くときには大阪府道と書くんですが口でお伝えしますときには県道とわざわざ言いますからね。大阪県道、京都県道と言いますからね。京都は京都府ですよとかそういったことを教えていただかなくて結構ですと。京都府道、大阪府道言いにくいんですね。府道という言い方がね滑舌が悪いとかいうのもあるんですけれども聞き取りにくいかと思います。で大阪の場合ね、例えば国道2号線、府道2号線両方あるんだけれども
例えばね電話とか無線とかで道をどこやったっけとか言ってね仲間同士でドライバー同士で道を教え合ったりする時とかでも国道なのか府道なのか死因がうどううどうということで聞き取りにくいんですよね。だから聞き間違いのないように国道2号線県道2号線聞き間違いようがないのでそのように言い分けてるということです。そしてさっきね羽曳の入り口やったっけ何やったっけ最後の入り口ございました。ちょっと県道の説明で、ちゃんと読まないといかんと思うんですが読めませんでした申し訳ないですということで、はい最後これが最後の料金書立ち早料金書ですね。もう1キロポストぐらいだと思います。で立ち早料金書で右側に行くと近畿道左側に行くと阪和道ということです。でこの料金所入る前にもう区別がございます。で左側の出口は三原出口一般道に降りていきますがこちらの方和歌山方面阪和道に出る方がこっちです。で道路挟んで右側に見えておりますのが近畿道に行く方ですね。吹田方面行く方は料金所くぐる前に右の方に寄っておいてくださいね。和歌山方面は左に寄るそして吹田方面は右に寄るということになっておりました。この辺り、南阪など終点 0.1 キロポストとかそれぐらいかと思います。ちょっとキロポストの番号はもう貼ってるように見えないんで、あえて言わずに置きます。この合流、ご注意ください。阪和道制限速度80キロの道路に合流いたします。阪和道和歌山向きに走っております。 32.6 キロポスト18時53分です。三原ジャンクションでした。でもう火が沈んでしまって看板も読めませんキロポストも読めませんみたいなことになってきておるので、ね、南半などもお伝えしましたからこの辺りで動画を終わらせていただいてもいいんですがおまけです。別に大した、ね、プレゼントではないんですが堺ジャンクションから、助松ジャンクションの方まで堺仙北有料道路みたいなやつをおまけで通っていきたいと思います。まあ、その後ねちょっと動画の時間何分だっていうことであんまり長引いてないなみたいなことで、まあ、尺はもうね十分今の時点で18分あるので尺的には短い動画ではないんですがちょっとおまけで、ね、出せそうであれば阪神高速4号湾岸線というのもお伝えする可能性はございます。はい、左からの合流は三原南入り口です。入り口ございません。三原南入り口合流でした。阪和道制限速度80キロの道路です。でカメラでちょっと分かりにくいかもしれません。私が一番左を走っているので分かりにくいかもしれませんが、片側3車線なんですよね。堺ジャンクションまでは片側3車線の道路です。堺ジャンクションを越えますと片側2車線になります。で一番左の今私が走っているこの車線は、堺ジャンクションから堺仙北有料道路入っていく専用車線になってそのまま消えていくということです。消えてなくなりますので和歌山方面そのまま行かれる方は真ん中車線行ってください。一番右側はね追い越し車線ということになっているので追い越しをするときだけ使うっていうそういう車線です。でそれを守らないとどういうことになるかというと厳密に言うと通行帯違反という交通違反ということで違反ということで捕まってしまいます。違反の反則金もあって点数も引かれるんじゃないかと思います。ちょっと調べてください。それは、はい、堺ジャンクションまで4キロ、堺インターまで5キロです。堺インター出口入り口両方ございます。だいぶ時間
街灯の電気もついております。キースジャガーチャンネルはこの暗闇になってから撮影することほとんどないんですよ。そのカメラの性能の都合とかいろいろありまして、せいぜいこれぐらいの明るさが限度です。なのであんまりね、この時間帯に撮影してお伝えすることってあんまりないんですよ。なので本当におまけみたいなもんだと思っておいてください。番外編にしてみたりとかね、この動画自体を別に正規の番号0228とかね、その番号を振るのかどうかっていうのは多分ね、クオリティ的にも大丈夫やと思うんで、もうそのまま出しますけどもね。あんまり見苦しいようであればちょっと番外編扱いにするかもしれませんが、ちょっと撮影した出来栄え見てみないと分かりません。あとね、しばらくは半年かそれぐらいは 4K で撮影してたんですが、ちょっと 4K で撮影しても動画の品質そんなに変わらないっていうのと、データが重くなりすぎてですね、ちょっと取り扱いづらいので 4K で撮影するのやめましたんでね。はい、堺ジャンクションまであと2キロ、堺インターまであと3キロです。で、今現在はどこかというと 38.1 キロポスト、18時58分です。このキロポスト、和歌山の方に向かってどんどん数字が増えていきます。どっからが0キロポストかというと、名神高速であったり近畿道であったり中国道であったり、吹田ジャンクションというのがあるんですよ。吹田ジャンクションの近畿道の吹田インターが0キロポストじゃなかったかと思います。吹田インターを0キロポストで近畿道をずっと走ってきまして、で松原出口を越えたところで近畿道からこの阪和道に道路の名前が切り替わって、そのまま和歌山方面までずっと引き継がれていくということです。で和歌山インター越えてもね、白浜とかあっちの方までずっとね、行きますからね。かなりつながって、道路新しくなってつながってね、白浜ぐらいまでは行けちゃいますからね。白浜の先も2つか3つでまだ区間あったんじゃないかと思います。ちょっと 何インターかその名前忘れたんで 今は言いませんが、はい、39.5 キロポスト間もなくです。堺ジャンクションです。堺ジャンクションを越えますと、この3車線が2車線になります。一番左車線なくなりますからね、ここからね。堺ジャンクション、私は、堺仙北道って書いてあるか、そちらの方に行きます。堺仙北道、昔はね、ETC レーンなかったりしましたが、今一般道から上がってくる入り口もETC レーンできましたんで、現金じゃない方も大丈夫ですよと。平井本線料金所です。はい、この道路、堺仙北有料道路って言ったかな、ちょっと正式名称忘れましたが、この道路は制限速度60キロです。80キロ90キロで皆さん走ってるんですが、一応60キロの道路っていうことをちょっと心の片隅に入れていただければなと思います。まあね、制限速度で走っててね、まあ、無事では済まないでしょうねということですね。道路はね、お急ぎの方、せっかちな方がかなりいらっしゃるというか、右側をね、だから制限速度とかね、それぐらいの速度で走ってしまうと、あまりにも邪魔だということで、左からバンバン抜かれますからね。まあ別に制限速度を守ってる方が正しいんであって、何も悪いことはしてないんですが。
邪魔者扱いにされますよということで、阪神高速4号湾岸線に接続するんですが、ちょっとね、薄暗いっていうのもありまして、カメラがピントを、ね、合わせられなくなってて、大変ぼやけた画面になってるかと思います。これちょっと私にもどうしようもなくてですね、ピントも合わせるの無理なんで、すいません。この辺りはもうカットしてもいいのかなというところですが、まあまあ、あと5分10分少々お付き合いください。ただ阪神高速入ってからね、もうこんなピント合わない状態で撮影しても仕方がないので、助松ジャンクションで終わらせていただきます。堺仙石道は何気にねアップダウンあるんですよね。カーブがあるというよりは上り下りが結構あります。で、下りは速度出すぎるし、上りはボーっとしてる車も失速するしっていうこともありまして、失速するのはちょっとやめといた方がいいと思います。もう日曜日の、夕暮れなのでトラックもいないし、で交通量も別に通勤の車が、ね、たくさんいるわとかいう通勤ラッシュみたいなことじゃなくて、交通量もこんな感じなので、まあまあ、今の景色を見てはちょっとわからないかもしれないけれども、昼間ね、平日の昼間とか走るとものすごい渋滞するんですよ。特にこの国道26号線に降りていくこの分岐ね、この出口の分岐なんかは特に2車線の道路が目的地によっては1車線1車線になるので、26号線行きたい人は左車線しか行かんし、でここ分離帯があるので左車線からそのままね本線っていうわけにいかないので、事故してたりとかね渋滞してたりはもう毎日あるんですよね。最後の入り口左からこれございまして、でこの先、一般道の方に降りていく最後の出口がございます。それを越えますと、阪神高速4号湾岸線左に取りますと岸和田方面、和歌山方面、まあ、和歌山というか泉佐野方面ですね。で右に取りますと大阪市内向き環状線方面ということになります。最後の出口ですね、一番左。阪神高速4号湾岸線、ここから、助松ジャンクションということになります。助松ジャンクションは新たに料金所が設置されております。両方向とも料金所ありますのでね、ご注意ください。料金所があるだけじゃなくて合流みたいなやつもありますからね、危ないのでご注意ください。大型トレーラーで100円。はい、助松ジャンクションです。19時6分。私は大阪方面に、帰りますので、こちらの方に取りました。
間もね、まあまあきついのでご注意ください。でここの工場ね、まあまあ危ないので気をつけてください。で多分この車現金で払うのかな、通貨と出たのなんで譲ってくれたのかよくわからんのですが、不慣れだったんでしょうね。はい、本線に合流していきます。阪神高速4号湾岸線、大阪市内方面に向いております。阪神高速の湾岸線、そして6号大和川線に関しては制限速度80キロの道路です。この辺りね、60キロで走る車とか結構いてね、すごく迷惑なんですよね。60キロじゃなくて湾岸線80キロなんでね、あんまりノロノロ走らないようにお願いいたします。で左側がね、臨海工業団地からってコンビナートみたいなのがあって、その工場の夜景を最後に見ていただいて、この辺りで動画終わりましょうか。どうせね、カメラ綺麗にピントが合わないので綺麗な景色は見ていただけないんだけども、はい、19時8分です。阪神高速4号湾岸線、大阪方面に向かっております。高石出口が 400m 先にございます。ご視聴ありがとうございました。そろそろ終わります。失礼します。